なるお。はい、なるおです。動画を上げるたびチャンネル登録者が減って困っています。さあということでね、今日はねゆたさんとあいさんの3人で仙台サーフということで、あいにくの雨模様でございます。はい、ということでね、今日はね、まあ、あの二方がねちょっとねタックルをね何やら新しくしてるんでね、今日はそれの入婚式も兼ねで、はい、来てみました。まあちょっと釣れるかどうか分かりませんけどね、はい、ちょっと頑張りたいと思います。ちょっとお二人の方に行ってみましょう。おはようございます。それが噂のニーニセラですね。うん、これが、あ、そうですね。で、そっちが噂のダブルキャノンストライカーですね。はい。ね、二人でこのハイエンド。あいさん、今日それが降るのは初めて。初めてだよ。めっちゃ軽いんですよそれ。軽い。めっちゃ軽いですよ。持ってみた方がいいですよ。おい、持ったことあるよ一回。うん。ね。ということで今日は。この二人の入婚式、あいにくの雨模様ですけど、はい、頑張っていきましょう。ということで、たまにはじゃあ綺麗どころの人から言っていきましょうか。じゃあ、あいさん、あいさん、私、当たり前でしょ。どうやればいいの？どうやればって、指差し故障。行くよ。行くよ。行くよ。はい、どうぞ。あいう。さあ行くぞ。はい、ちょっとね上から見てて良さそうな感じの場所を、はい、見つけたんで、ちょっとこの辺からちょっとやってみたいと思います。はい、今日はねワームをできましたんで、もうプラグメインでやります。はい、まずはこれブレイズラインのエボルーク99、はい、メタニウムブラックですね。まずはちょっとこう黒系で、はい、攻めてみたいと思います。さあ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 、今日は 5.5 キロですね。はい、ということで、いやー結構波今日高いぞ。今日は濁りはそこまでないとは思うんだけどね。龍が今日あれだね、右の流れがめっちゃ強い。うん、雨はポツポツって感じなんで、まあ防寒着なしで、まあギリギリやれるかなって感じ。オープロにあんまり水滴はつかないと思うんだけどね。いやー、これあれだな、流れめちゃくちゃ強いぞ。ダメ、もう真横だよこれ。アイさん流れめっちゃ速い、こっちの流れやばい、真横に帰ってきてるもん。ほらだー、マジか、やばいな。右の流れめちゃくちゃ強いぞ今日。いやー、こう流れ強いんだったらあれだね、フラグでまあ取り捜査するのも一つの手なのけど、あれだよな。いやー、これちょっとジグでフルエントして沖だけを攻めるが、手前室でめちゃくちゃ速いんだけど、何これ、加工かってこれ流されてるよ。ちょっとこれ
こっちに投げたらね、もうこっちまで来てますからね。いやなんか今日海見る感じ流れ強そうだと思ってたけどさ、やべ真横だよこれ。なんか渡り町長杯で同じくらいこっから帰ってきて、ちょっとマジでちょっとこれふざけんなよおい。いやーこれとついになんないぞこれ、流れ強すぎんな。やばい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 、流れがやばい。さあということで流れがね、ちょっとこれはふざけんなよマジで。ちょっと流してるだけですぐこれだよ。いやーこれどうだろうな、こう流してってもそれで探っていくしかないかな。巻かずに張った状態でこういう形に流していった方が、うん、いいかな。流れが強すぎんだもんこれ。あいや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 、相当速い。いやーこれこんな流れ速いの、つうかもうザブザブじゃねえかよ。やばいなぁ。いやーこれどうなんだろうね。こっちほらもうほぼほぼ全面真っ白じゃないですか。で俺とアイさん入ってるとこって泡ないんですよ。だから少し掘られてると思うんですよね、うん、地形的に。だからねちょっと俺こっち選んでみたんですけども、深いからそもそも掘れてから潮の流れであれなのかな、めっちゃ流されるのかな。すごい本当にもう台風跡のあの渡り町長杯のようだ本当にもう。いやマジでさ勘弁してくれよ。もう問答無用で左に投げてやっていくしかないよね。まあジグをドリフトさせるくらいだったらまあプラグでねドリフトさせて行くしかないかなと思うけど、さあどうでしょうね。左からこの右の流れだよな。もう何をやってるかがわからん。いやー地形的にはなここな、流れがなかったら多分結構いいと思うんですけどね今日これ。こっから帰ってきたぞ今。まあいやーこれどうしよう、釣りにならんぞこれ。まだ風がね追い風気味なんでねあれだけど、いや流れきつすぎるな。やばいやばい。相当やばい、これもう魚釣れてんじゃないのってくらいもう穂先が潮の流れでクククククなってんだけど。いやーこれ厳しいんじゃねえか。もう潮の流れがやばい、潮の流れが。いやーこ
もどうしような、ちょっと飛距離の出せるウェッジでちょっと一旦ぶっ飛ばして、それでちょっと一旦沖を探ってみましょう。手前はちょっと流れ強いのが分かったんで、ゆうたさん流れやばくない？やばい釣りになんねえよこれ。いやないよ。いやいや、とりあえずルアー交換するけどいやいやいや厳しいですよこれさあ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 、ということでね、とりあえず飛距離の出せるウェッジでいきたいと思います。はい、マットレッドヘッドオレンジ、はい、これでいきましょう。さあということで、いやちょっとこれ厳しいな、風がまだ追い風だからね、まだいいけど、これ横殴りの風で風、あの流れもこっちってなればもう最悪すぎるからね。とりあえずさっき届いてないところまではね、届けさせられたんで今投げで、まあそこの部分で食ってくるか食ってこないかだけど、やべえ、光飛んでれば流されることはもうさらに広くなるから、愛さんの絡まんねえように気をつけねえとな。いやーこれ全体的に流れ強いのかな、これ流れないとこを見つけていくしかないだろうね。流れないところを見つけてそこを集中フォーカスしていくしかないね今日の始まりは、あの絶対の流れこう強いとこまでは、あの流れ弱いとこもあるんで、東大さんの前なんかリンガンリっぽいな感じだから良さそうな感じもするけどね。俺ちょっと俺愛さんの右側入ってみよう、なんかダメだこっち。さあ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 、ちょっと愛さんのね、はい、右側来てみました。ちょうど前なんかリンガンリっぽいの出てたんで、ちょっとこの辺狙ってみましょう。こっちに移動してきて、流れがどうなるかだね。少しこっちに流されないってなったらいいけどね。いやー今日全体的にもう右の流れ強いかこれ。あんまね流されないところがあるんだったら、そこで本当に今日はルアーローテーションしていった方がいいかなと思うけど、ダメだねこっちの深くなってるとこ今狙ってますけど、流れがやばいねえ、そこまでまだ濁りないからね、まだあれだけど、いや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 、これ流れもう渡り超長輩のようだよこれ。めっちゃ流れ強いよこれ。いやいいコンディションに当たる、昨日の方良かったんじゃね。昨日桜松行ってる場合じゃなかったか、あったかかったし、昨日と打って変わってだってもう寒いし、波は影は流れはあるわね、気温全部が真逆でしょ多分おそらく、まあ唯一風がね追い風ってだけでさ、あの何もいいとこなんか一つもねえよ本当に。さあということで、いやーきついなこれ、もうこっちまで行ってるよ。いやこれ真正面でやるんだったら多分俺も一緒にこっちにも乱暖しながら巻いていけば、ずっと正面でこうやり取りっていうのはできるだろうけどね、えこの流れを利用してうまくこう横にこうねアピールしながら誘っていくしかないだろうけどね。いや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 、これやばいちょっとマジかよ本当に。まあ一応今上げからの下げなんでね、これがどんどんどんね、釣りはしやすくなってくると思うんですけどね。いやーおーこれちょっとないぞこれ。こっちからうっざけない、こっから来たぞ今。
いやいやいや、ちょっとマジでふざけんなよこれ。さあ、もう糸吹けが糸吹けてか、もうこっちだね、もうラインのあれが見るのも、いやー流され方が半端だね。多分これこのままこうやってたらその時そこに打ち上がるんじゃないの多分ねえ。もうスポップアンドゴーなんかしたらダメだ、もう波打ち際まで来てるわ、もうもうそこら辺だよ今多分。だってもう思いっきりさカカカカ持ってかれるもんだって。いやダメだ、釣りにならん、釣りにならん、ほら。もうダメだよこれ。ちょっと心折れそうだよこれ。どんどんさんが大好きな管理釣り場行きましょう。なんで管理釣り場。いや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 、厳しいですな今日は。南の管理釣り場行きましょう。南の管理釣り場、はい、ああはい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 、どっちへ、綿岩、風、北風なら岩沼側じゃねえ。あーこっちの風向きだったらってことね。いやーこれこの流れだったら河口の方まだうん、いや今日これで魚釣ってももうなんかあ釣れてくれたって感じだったよ。なんか釣れたっていうよりなんか釣られたって感じでしょ。あれ いつ食ったっけ。じゃあ釣れる気がしないっすもんこれ。なんか右に流れるからって右にどんどん来たんですけど、こっち前っすな、あれなんだろう、あのこっちの方がまだ流れない。多分こっち深いからだろうね多分ね。いやまだ10頭も投げてないけど。これもっすね、ほとんど投げてない。いやもうダメだよ、もう 何やったか分かんないもん。だってもうだって糸を受け取ってどれ巻くかってだけすっかりもう流されちゃってるから、カウントして糸付け取ってる間にはもう半分以上。そう移動してみます、やるであれば。じゃあ移動しましょうか。じゃあ、はい、後半へ続く。阿武隈川に来るはずがなぜか知らないけど来たのがおっぱ川ということでね、桜マスやってみようかって話になりましたね。急遽桜マスですよ。取れた、スナップが外れたってこと。何投投げだろう。だってスプーン買ってまだ2、3投しか投げてないんじゃないの。スプーンあと1個しかないの。